いつも山崎幸太郎チャンネルをご覧いただき、ありがとうございます。森徹子です。チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。それでは山崎先生、お願いします。はい、山崎幸太郎です。えっ、ー、と、今日はですね。ええー、昨日こう作がですね。 池田あ創価学会のですね、池田大作さんがね亡くなったっていうこと話で情報が伝わってきまして、えー、僕はちょっと一言ね、僕の感想を追悼文というか、そういう形でねの述べてみたいなと思ったんです。僕はもともとね、創価学会とかね、池田大作とかにあんまり興味なかったんですけれども、 えー、例えばね僕の,あの友人というか知り合いの中で、えー、佐藤勝さんとですねそれからあの日大芸術学部の清水正史っていう教授が、ね、ドスペレキ研究で有名な清水正史さんっていうのがいるんですけどこの2人がですねもうか10年ぐらい前からで10年もうちょっと前から知らないんですけど池田大作のことをね えー、結構あのー、まあ別に褒めるっていうんじゃないんですけど評価した上で、えー、いろいろ論じてるわけですよ。えー、僕はその時はまあよくわからないねななんでここの人はちそう創価学会の池田大作会長なんかを相手にするのかなと思って不思議な気持ちだったんですけど今になって思うとですね亡くなったから言うわけじゃないけど池田大作っていうのはね えまあ普通のただものじゃなかったんじゃないかなと僕はなんとなく思うんですよ。でね、池田大作のこの、ね、亡くなったという死亡事件というの死亡事件情報というのはですね、やっぱり今の日本のね現状を象徴しているような事件に思えてきて不思議なことに。で、やっぱり池田大作が亡くなったとっいうことはね、日本のね、没落と日本のね、経済的衰退をね、 えやっぱりあのー、あ象徴してる、暗示してるなっていうような感じがなんとなく思うんですよ。なぜかっていうと、いあの池田大作さんが亡くなったことに関してね、えー、僕の調べたところによカリスマ的指導者っていう言葉が出てきてるんですよ。僕はね、カリスマ的指導者っていう言葉は重要な意味を持ってると思うんですよ。カリスマ的指導者が今の日本はいない時代なになってきたわけですよ。 そのことによって、あのー、何ね、その、頭はいいかもしれないけど、頭の学歴とかね、経歴とかね、肩書きとかで、うぞうむぞうのね、チンピラ指導者がいっぱい増えて、エセ指導者がいっぱい増えてるわけです。それが今の現在の日本。だからこれは日本を衰退に導いてるんだよっていうことを言いたいわけです。でそれに対してですね、池田大作さんっていう人はですね、 まあ僕は学歴はよく分かりませんけどね、なんか、どっか、富,富士短期大学を卒業したとかなんとかって書いてますけど、要するに学歴はない人ですよね、はっきり言って。語るべき学歴はない人だけれども、カリスマ的指導力はあったそれは、例えば、田中角栄と同じような感じじゃないですか。学歴は小学校がつだけど、小学校1でどっか、そこの中央高科だ 学院かどっかを卒業したってまあ要するにあの、ちゃんとしたところじゃないところの学歴しか持ってないんだけれども、ものすごい指導力はあったと、あのしかも社会的にこう、えー、上昇志向の階段を上り詰めていく力はあったと。まあ、こういう人たちがいた時代っていうのはね、やっぱりあの高度成長の時代は、こういう人たちが背景にいたわけですよ。 今逆に高学歴の、ねえー、名門とかね、でもすごい立派な学経歴、職歴を持った人たちがね、わんさかといるわけですよ。政治の世界なんかでもね、東大卒大、大蔵省、財務省出身とか、経産省出身の肩書きの立派な連中がぐ自民党も野党の方にもいっぱいいるわけですよ。ところが、この人たちがね、指導力がね、全然ないんですよ。 だからこれはね象徴してますよ。だから学歴主義とかね、その経歴とか職歴、肩書きですよね、こういうものでものを言うようになった時代っていうのは、やっぱり駄目な時代なんですその意味で池田大作さんっていうのは、そういう肩書きとかね、その学歴とか経歴とかそういうことでは一切関係なしに、 単なる本,本人の能力と実力でのし上がりそしてそれを指導に生かしていったとこういう時代には日本あの戦後のね高度経済成長の時代をこの人たちが象徴してるしこのなしこういう人たちが引っ張ってきたんですと思うんです僕はもうちょっとさっき言いましたけどねこの池田大作にあんまり興味はないですよところが僕の尊敬する 思想家という言論に学者の中でね例えば佐藤勝さんそれからあの佐藤勝さんってあの、えー、元外務省の職員だったって言ってあのこう今文筆業で大活躍してます佐藤勝それから僕は昔というかつい最近まで日大芸術学部で教えてたんですがそこでの、えーまあ、先主任教授みたいな形の、えー、清水正志っていうのがいるんですよ。 えー、ドステイスキー研究で、えー、立派なあの本をか書いてる世界的なのあのドステイスキー研究家として有名なんですその2人がですね佐藤勝さんと清水正教授がですね2人揃ってですね池田大作に興味を持ってるんですよで「あの人間革命」っていう本があるでしょ池田大作の自伝らしいんですけど 僕は読んんだことないんですが人間革命についてこれは素晴らしい本だっていうようなことを言ってるわけです。それはあの小説と作品としてはいやまあいろいろ問題あるかもしれないけどその,あのその読んだ感じでこ,のこれはただもんじゃないっていうようなことを2人が言ってるんですよ。え僕はまさかと思ってたんですがんかやっぱりそ,そういうのがある,ある感じですよ。で今,今になってね僕はふと思うんですよね。あ 池田大作の時代っていうのはやっぱりあの田中角栄の時代でもあるし、えー、例えば学問の世界だと丸山正夫とかねそういう大学者がいた時代なわけですよでそこに小林秀夫とか江藤人とか三島由紀夫もいた時代ですよねこの時代なんですよだからこういうある意味でカリスマ的指導者が日本の えー、政治の世界、学問の世界、それから財界もそうですよね。例えば、あのー、松下幸之助とか本田宗一郎ですかそういう人たちが第一線にいた時代は、全くそのカリスマ的指導者が各世界に、各分野にい,いろいろいたわけですよ。これがあの池田大作の衰退とともに、 ほぼほぼ消えていくんですよ。消えていく世代交代していくわけですよ。その世代交代の影響を受けたのが今の日本なわけでしょ。今の日本はどうなってるんですか各分野の各,各ジャンルのですね世界にカリスマ性指導者はいなくなったんですよ。だから政治の世界はたな例えば田中学栄とか小沢一郎ぐらいまではまだカリスマ性が少しはあったわけですよ。 で今になって自民党の安倍総理大臣、安倍元首相とかね、そういうところになってから、小泉さんあたりから、もう小物だけれども、小賢しいけれども、小物の、えー、リ,リーダーがぐちょぐちょと動き回って、今の岸田さんもそうですよね。何が言いたいのか、何をやりたいのか、何が言いたいのか、全然分かってない。単なる アメリカの傀儡の、えー、出前危機みたいな、あのー、なんていうのうん、言いなりになる、出前危機をやってる、そういうしあの政治家にすぎないじゃないですか。だからそれは人気が出てくるわけはないですよ。安倍さんが人気があるっていう、安倍さんだってもとん、ね、統一教会があるアメリカの CIA があるって、そういうところからの、あのー、勝手にどんどん動かされてるわけじゃん。逆に、池田大作さんとかね、 田中角栄とかっていうのを見るとねか例えば松下幸之助見るとねこの人たちはね外国から影響、あのー、支配されるっていうより、ね、外国を支配するだけのパワーを持ってるし能力を持ってたわけですね。だから僕は今思い出したけど、はい、あど松下幸之助田中角栄池田隼人池田隼人じゃない池田,池田大作この人たちはみんな学歴なんか関係ないじゃないですか。 僕はこ,れこういうところをね、えー、なんていうの、掘り出す力がなくなったところが今の日本の衰退の大原因だと思ってますよ。だから僕は池田大作さんが今、亡くなってね、えー、いやなるほどなと僕は思ってますよ。池田大作さんが、えー、創価学会の会長、第3代目会長になったときっていうのは、1960年前後ですよね。 1960年前後って日本,日本の戦後の中で重要な時代なわけですよね。60年安保っていうのがあって、60年安保によって日本は大騒動を起こしたわけじゃないですよあの、えー。安倍さんのおじいさんの岸信介の総理大臣、日米安保改定がどうのこうのっていうときに、えー、学生運動が相当盛り上がったわけですよ。そこで出てきたときに、出てくる人物たちっていうのは、 中心人物として出てきたのは、この池田隼人の、池田隼人、池田、もう僕ちょっと勘違いします、池田大作さんがあの創価学会3代目会長して登場するんだけど、で、それから1964年にはですね、1960年安保が終わって、えーとえー、池田大作さんが創価学会の会3代目会長に就任、で、すぐ1964年にはね、何やったかというと。 公明党党っていう政,治政党を作るわけですよこれは僕は分かってあのー、まだ子供でしたけど分かってましたけどなんかこの公明党っていうのは怪しいなと思っていたんですけど今になって考えるとねいややっぱりすごい大したもんだなと僕は最近ですね 石原寛治と石原幹事っていうのをけんちょっとビデオなりに研究してるんですけど石原幹事の,あの思想で原理は、えー、日蓮宗ですからね日蓮宗の中からですね国中会っていうのが、えー、この近,近代の日本において起こるわけですよその国中会の中から石原幹事は出てくるわけです。 これあの宮沢賢治とかなんとかと同じようにね、この日蓮衆、国中会というものに、かあの彼らにあ、石原幹事、宮沢賢治は影響を受けていくわけです。これに参加することに影響を受けるわけです。 だから僕は日蓮州っというのは何、なんていうか、あんまりそんな深い興味はない、僕,僕,の,田舎僕の田舎の,か僕の家族家のですね宗教は、あのそ信頼承認の,の浄土真宗ですからね、まあ、平均的な感じでおど、穏やかな感じですよね。でも日蓮州っというのは、ですねす政治をやるんです。国家の問題を中心にしなければ、人間,がちゅ人間個人の問題はどあのでもう解決しな,しないんだよ 政治を変えないといけない。国家を変えないといけない。だから、政治問題に深い、あのー、関心を持ってるんですよ。日蓮っていうのはあの鎌倉時代に、えー、その仏法のな個人,個人ぐさ救済だけを目的とする仏教に対して、いや、個人がどうのこうの言ってる場合だじゃだなくてですね、国家の問題で、国家をレベルでの改革をしなくちゃいけない。そういうい 宗教運動と政治運動を合体したような運動を起こすわけですよ。それによって弾圧いっぱい受けますけどね。まあそういうキャンテンからいくとですね。えー、1964年にあのー、公明党を作ったということはね、やっぱり、えー、日蓮日蓮日蓮宗そのものの伝統をちゃんと受け継いでるわけですよ。 創価学会は日蓮宗の正統派の日蓮宗からは破門されたりなんとかって言われてますけど、それはね、日蓮宗の正統派の方がえ日蓮宗の精神を失ってる状態なわけですよ、逆に言うと。日蓮宗の教えっていうのは政治的なところ、危ないところがあるわけですよ。それをその危ないところを削り落として、ですね穏やかな日蓮宗を作ってるのが日蓮の正統派だと思いますけどね。 まあ、詳しいことは僕はね、あの、その、あの、その日蓮宗の中のこと、内情は分かりませんから、あまり言いたくないですけど、まあ、いずれ僕の,あの素人の感想で言うと、そういうことになるんじゃないかなと思うんですよ。で、えっ、ー、と、そあの、池田大作さんは、その総合、総学会、総学会じゃない、えー、えこ員ですね。やっぱり、あの、日蓮の立証暗黒論から、 いろんな問題を取り出してきて、やっぱり仏法とですね、民主主義とかね、そういうものを合体させた人間性の問題を中心に彼は、えー、主張したらしい、えーえー、公明党の主軸に置いたらしいんですよ。仏法、明道って、仏法と名号とか。僕はそれ、大、えー、仏名号って、だからこれ,これはあの石原幹事なんかの言う、えー、その国中会の思想につながってます。 そう僕は思だから我々はあのー、創価学会っていうとの怪しい宗教と思ってるからそういうことになってきて、まあ、僕自身がそう思ってましたけどね実は今こう池田大作さんが、ね、亡くなったということを聞いてねきっとねあー池田大作っていうのはただ者じゃなかったと日本の歴史の中で重要な人物だったということを何、ね、となく思い出しながら、ね、考えてるところ。 それ一番の問題点って、まま、今、前にも言いましたけど、その田中学園、松下幸之助、本田総一郎、こういう人たちに共通するものは何かって、単なる頭でっかちの主催じゃないっていうことですよ。実行力、実力、行動力があるっていう。これ、しかもこれが世界的にね、影響、アメリカの影響を受けた、イギリスの影響を受けた、ロシアの共産党の影響を受けた、そういうんじゃなくて 彼ら自身が中心になって世界に影響を与えていると。大東亜戦争でやりたかったことを彼らがや、まあ、もう一回やったっていうこと。だからこそ高度成長につながってたんだよと。日本の復興につながってたんだっていうことが僕はあるんじゃないかなと思うんです。いやもちろん年代的に微妙なズレがありますけどね。まあだから池田大作っていうのは大したもんだったんだなと っていうことをね今、その池田大作さんが亡くなったということに関して、ということで、なんとなく僕の感想をちょっと、えー、述べてみたいなと思って。で、今の時代にダメなものは何かっていうと、池田大作にあって、今の指導者たちにないもの、今のネットウにあのように象徴されるような思想の何もない、ただ表面、上面の,あの芸能週刊誌みたいなものが支配する世の中になってしまったとっいうことが、僕は。 えー、決定的にだめなところだ、池田大作にはそれが、それを超えるものがあったはずだと、となんとなく思いますね。うん、というわけで、今日は、えー、簡単な池田大作さんの追悼、えー、の、えー、僕の感想です。ありがとうございましたご覧いただきましてありがとうございました。 チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。